文化放送の斉藤和美アナウンサー52が30日、自身がキャスターを務める同局、斉藤和美ニュースワイド先取り、月曜から金曜午3の30に出演。新型コロナウイルスに感染したことを公表した俳優の石田純一、66、に対する非難の声が寄せられていることに、全快をお祈りいただけないでしょうか、と訴えた。斉藤アナは番組冒頭、木曜のコメンテーターを務める石田について、療養のため今週もお休みとなっております、と報告。その上で、相変わらず、石田さんを非難する声が番組に寄せられているんです、と明かした。続けて、正直なところを言うと、何を思われようが自由なんですが、と前置きをして、もう一度、申し上げます。今は回遊を、そして全回をお祈りいただけないでしょうか。どうかお願いいたします、と呼びかけた。